多くの製品に欠かせない原料レアアース中国のレアアースの生産量は世界の95%を占めますここ数ヶ月国際的なレアアースの相場が20%下がったことを受けて中国の2大レアアース生産企業が一時的に生産を止めることを決定多くの国の不満を呼びました中国の元指導者鄧小平は1992年 中東には石油が、中国にはレアアースがあると発言。ここから中国のレアアース開発が本格的に始まります。しかし、レアアースの相場の下落を受け、中国でレアアースの生産が止まりました。10月19日、中国最大のレアアース生産企業、宝刀鋼鉄が1ヶ月の生産停止を発表。10月25日には中国五甲集団講師も生産停止に動きました。 これについてイギリスのフィナンシャルタイムズは中国政府によるレアアース企業の再編によって市場が揺れていると指摘。ボイス・オブ・アメリカの中国語版は26日、トヨタやアメリカのゼネラル・モーターズが始めたレアアースの使用量をできるだけ減らす研究やアメリカ・ロシアやオーストラリアの鉱山開発計画に触れました。イギリスの地質調査局の責任者は 中国がこれまでずっと低コストでレアアースを生産してきたため価格が下がり続け結果多くの国のレアアース企業が倒産に追い込まれたと指摘しかし新たに鉱山を2つ開発すればレアアースを中国に依存する現状を変えられると分析しますウォールストリートジャーナルもアメリカ国防総省が最近議会に提出した報告書を紹介 報告書によるとアメリカ国防総省はすでにレアアース酸化物を再利用できる可能性のあるアメリカ企業探しに着手したほかレアアースの供給ストップがもたらすリスクも検討していますインドニューデリー政策研究センターのブラーマ・チェラニー教授も フィナンシャルタイムズへの投稿で中国はレアアースの独占を一種の貿易手段にしていると述べ南シナ海紛争における多国間による解決を阻んでいると指摘さらに中国は水資源も政治の武器にしており近隣諸国の懸念を呼んでいるとも言います。中国は2008 2010年年すでにに価格操作のの一環としてレアアースの生産量に上限を設定また 尖閣諸島問題で日中が揉めた際日本へのレアアースの輸出を止めて品種を買いました日本はレアアースの83%を中国に依存していますそこで20年間は使えるという埋蔵量が指摘された海底の開発について現在検討中ですしかし1997年から2010年までの10年余りで 中国のレアアース埋蔵量が世界に占める割合は43%から30%にまで減少。今のペースで生産が続くと15年から20年しか持ちません。ただ、レアアースの生産制限では中国も国内から圧力を受けています。共産党系の新聞中国青年法によると、 多くの地方政府はすでにレアアースの生産や輸出に財政を依存しています。もし国がレアアースの生産量や輸出量を制限しようとしたら直接地方の経済利益に影響するため地方政府や生産企業は必死になって抵抗します。調査によるとここ10年余り中国のレアアース企業は原料を輸出しているにすぎず 加工して付加価値をつけることもしていません。そのため、利益率が低いほか、レアアースの採掘による環境破壊も極めて深刻です。1トンのレアアースを生産するのに200平方メートルの地表の植物を破壊しています。現在、1トンのレアアースの生産により数十万元の利益が出るものの、将来環境を元に戻すためには数千万元もかかると見られます。 新東人テレビがお伝えしました。 京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。